はい、本日ですね、日本一周関西編をお届けしていきたいなと思います。まずはですね、今から京都に行きたいなと思いますので、京都にサクッと行きましょう。ではレディーゴー。初めてちょっとオフの様子を応援してる。そういうオーラがやばくてキムタクや思いました。はい、京都の河原町に着きました。なんということでしょう、珍しく、遅刻しております。6時集合ということなんですが、現時点で時刻がですね、6時6分遅刻しております。すぐそこなんですけども、すいません、今日はたまたまなんか珍しくほんまにちょっと電車乗り継ぎうまいこといかんくてちょっと遅れちゃってるんですけど、どんな反応でしょうか。こちらです、烏丸のともしびに到着。あ、すいません、お待たせしました。タクゾーです。あ、すいません、申し訳ない。うろちょろしました。年齢は年齢33歳で、今日は先生です。確かノースフェイスで検索したら、マウンテンジャケットのなんか洗い方みたいなの出てきて、それからですね、詳しい説明があったから、ちょっと見てみようかなみたいな。そっからです。実際に見てた時の印象と違ってみて、違う。いや、もうそのままです。多分同い年でもあるし、奈良県出身やから多分話しやすい。はい、おはようございます。自宅からお届けしております。ちょっと関西編はね、ホテル泊まってません。自宅から京都行って、で自宅帰ってきて、で自宅から今日は和歌山行くんですけど、もう全部そんな感じで自宅経由してね行きますが、今日ね日曜日ということで、日曜日は僕オフなんですよ。まあ、オフの様子ってあんま表出してないから、初めてちょっとオフの様子を見ていただくことになりますが、オフの様子を出しちゃうともうオフじゃなくなってくるんやけどね、こうやって喋っててもオフじゃなくなってくるんやけども、まあまあまあ、軽くどんな感じなんかっていうところで、まあ朝はいつも通り起きて、で整骨院行くんですね。で時間はその時の気分、もう電話して、すいません、何時以降で行ける時ありますかって言ったら、じゃあ夕方って言われてきますし、昼とか朝って言われてきますけど、今日はね10時50分からなんで、今10時10分なんですけど、めっちゃ近所なんですよ。やけどね、まあ歩きながら行こうかなと思うんで、散歩がてら3、40分ちょっと歩こうかなと思います。で整骨に行きます。はい、和歌山へ到着しました。絶賛雨でございます。ちょっとね、特急で来ようと思ったんだけど、特急がなんか2時間に1本しかないんですよ。まあもう間に合えへんやんってなって、普通の電車で来たんですけど、1時間半ぐらいかかりました、大阪から。遠かった。ちょっと電車酔いしましたわ。電車酔い、今日行くところはね、串カツ屋さんらしいんですよ。だから串カツ屋さん行って、で1時間だけサクッとお会いさせてもらって、あとは帰るという感じで。あ、出ました、本日のお店ですね、あちらです。串カツ土屋って書いてます。すいません、お待たせしました。すいません、言い訳なんですけどね、電車ですわ、はい、今日は。めっちゃこれ向けられた、めっちゃ緊張しますね。お名前からお願いします。はい、ソルティです。ソルティさん、はい、はい、ソルティさん、お仕事はどんな関係とかですか。福祉系の、まあ、ジムをやってます、はい、僕の動画を最初見てくれたんで、はい、何の動画を見てくれたんですか。めちゃめちゃレアやと思うんですけど、拓堂さんが DIY で机を作る動画を初めて見つけて、そこからドハマりしましたね。初めてですね、その流れは初めて聞きましたね。めちゃめちゃ面白かったです。いや、多分それ見てくれてもそこからハマる人もいてないんですよ。印象どうですか。あって、うん、いやもうオーラがやばくてキムタクや思いました。すごいいじってる。ほんまにめちゃめちゃもうオーラがすごくて、芸能人と会った感じが。ありがとうございます。
すいません、ちょっと追加で依頼させていただきますのでよろしくお願いいたします。2つあって、1つはエンドロールの制作と、もう1つがカレー。はい、それではね、今から大阪の方に行きたいなと思います。去年ほんま2組の方とお会いする予定だったんですけど、後半からお会いする方がなんかちょっと娘さんかなんか体調悪いってことやったんで、今日は1組の方とお会いします。6時から会うんですけどもね、今現時点が4時31分、ちょっと早めに行って、ちょっとお店とか洋服屋さんとか、いろいろ見ていきたいなと思います。では南千葉で少し服でも見たりなんや見たりしてみましょうか。お名前からいいですか。トシキさん、よろしくお願いします。トシキさん、おいくつですか。27歳。最初に見てくれたんで、何見てくれたんですか。ミカのノートフェイスの、僕の紹介のアドオンスやったんですね。そこからいろいろ見出して、ちなみに、こう見てたイメージと、画面で見たイメージと、あったイメージってなんか違いますか。イメージは全然イメージ通りで、なんならでも動画よりイケメンやなって。嬉しいですね、ありがとうございます。はい、それでは、現在兵庫県神戸市に来ました。今回は嫁蔵さんも来ております。ゾーンピョン。今回嫁蔵さんね、来た理由っていうのが、今からお会いする方っていうのがもうありとあらゆる洋服いただいたりとか、君グミッツェルもねめちゃくちゃいただいてるから、ちょっとこれは夫婦ともどもあってお礼したいなっていうことでね、来させていただいたっていうのが表向きやけど、ほんまの理由は神戸牛やから来たのかな。日本じゃん、そんな決まらないかな。そっか神戸牛のこと言わないで。そうですよね。いや僕もびっくりしてるんだけどさ、だから、確かにそうですよね。レアだもん。でもちゃんとステーキの、場所は探して、ステーキのやつを探しましたよね。あ、どっちがいいですかって聞いてくれたから、ちゃんとお店は選んでましたよね。どっちでもいいって言いながらもこっちがいいですって言ってましたよね、君が。言った方がいいかな。そうか、こちらですね、8階。こちらの8階でございます。8階です。じゃあまずはお名前からお願いいたします。姫路在住の姫路親父こと隊長ですね。隊長、じゃあその一番最初って何から見てもらったとかってありますか。一番最初は、再生回数が結構なんか上がってたインナーのダウンの比較、それが一発目だったかな。今も85万回か。確かに一番回ってるやつ、一番回ってるやつ、それが、一番最初でしたね。実際、今嫁蔵も奥にいてるんですけど、まず僕からなんですけど、印象とかどうですか。嫁蔵さん思ってたよりやっぱり痩せてるので、ジム出る成果が出てます。成果出てますね。最後に嫁の印象、嫁蔵。いや、もう本物見れるだけで、ええこと感じたら自分で言うのもあれですけど、応援してるの理由。いいですか、通って。全然いいです。はい。嬉しい。はい、ということでね、行ってきました。今回近畿一周ということで、奈良県と滋賀県行ってませんけども、奈良と滋賀に関しては、何回も行ったことありますので、スミっていうのを入れといてください。編集者さんね、言っときましたよ、スミにしといてください。嫁蔵さん、どうでしたか今回の。近畿は最後兵庫しか来れなかったんですけども、兵庫どうでしたか。楽しかったです。会長にも会えてね、会長に会ったのもすごい嬉しかったね、やっと会えたね。いろんな人と会えたらね、嬉しいですよね。ちょっとアンテナ立ってますけど大丈夫ですか。もう僕ね、アンテナ立つぐらいちょっと疲れておりますのでもうこの辺でね、終わりたいなと思いますので、次は九州ですね、九州編でお会いしたいなと思いますので、見てもらってありがとうございました。